どうすごい、どうすごい、横綱のお魚屋さんですということで、はい、今日はなんとなんとまたまた鮮魚セットが余ってしまいました。おじさん、うん、余ったよね、はい、今日ももう4日目です。今日も4日目、4日目もうこれ持ってきてもらうからね、やめてもらってもいいかな。いやでもおじさんに食べてほしい。実はあの魚が入ってるんですよ。何あれって、ひらめ、ババーン、ほらひらめな。そう、おじさん得意の、じゃあ別に得意じゃないか、ヒラメとカワハギとツキヒガイ、全部でかいじゃないですか、カワハギもツキヒも。でこれを使って競争するんじゃなかった。嫌だ競争でいいじゃん。ああ競争でいいっすよ、競争でいいよ。いやじゃあ競争でいいっすよ、競争でいいよ。タイムアタックでいいよ、タイムアタックで。じゃあいいよ、それでいいよ。わかりました、ズヤッ。はいはい、じゃとりあえずね、ちょっとカワハギ、じいちゃんがちょっとトラブルでおかずをもうみんな食べてるみたいなんで、ね、そうなんですよね今日の晩飯をこのカワハギをね、後でちょっとじいちゃんの晩ご飯にもちょっといただこうと思ってね。これいろいろあんた切ってあるじゃんね。はい。だからこうやってやるときにね、みんなこうやってばらけちゃう。まあそれはしょうがないですね。そうそう。イケジメだもんでね。でこうやって取ってね。こう開きます。でここで内臓全然綺麗じゃん。ちょっとね、やっぱり溶けとるね。まあちょっと色はね、どうしよう、仕方ない仕方ない。それは。まあこうやってバッテン入れといて、もう煮るばっかり。はい。こうしていきます。とりあえず。うっす。これ会長の。会長どうする？刺身用肝大丈夫これ？大丈夫、全然大丈夫です。4日目のやつも全然いけたんで、刺身で、はい、刺身でこう取るじゃんね。はい、おじさんの方が手が早い。おほらすげえ飴色、見てこれ、おじさん。でこっちもまあもったいないんでね、落として、これこの頭じゃあじいちゃんにあげますわすごっ。これ取るわな、一応肝な。ちなみにこれでおじさん3200円、税込み。安くないですか。あ、売れんかったんだ。でもそれで売れ残った。ほらでっけえ肝、これでっけえだろう、やばいいよね。でちょっとこれ月以外もやっちゃおうか。あ、いいんすか。これ持って帰るだろ。これ持って帰ります。でもこれ一応身をさ、どんなもあるかだけ見せようか。見せます。うれブリブリ、これおじさんうまっ。うわ、これグッと、これやばで、こうしたら、はい、ここ取ってさ、はい、これうわうまそう。今日のなんか大当たりじゃん。だいぶいいっすよこれ、月日。うわ綺麗。うわうまそう。ちょっと覚えておくとね。うまそう、はいはい。次にヒラメ、はい、下処理まで俺みんなやるんで。ああ、じゃあす、そう、鱗はでこれね全部取るよ。そうですね、鱗はかきじゃなくてヒラメは金出しの方がいいっすよね。金出しはいいよ、めっちゃいいっすよこれ。ここ早いから。そう、早いしめっちゃ取れる。そう、これでやったら絶対いいね。みんなもやってみてね。うわほらもうピカピカ。ぬめりもさ、取れるじゃんね。はい。これ絶対早い。これ一番早い。この大きさ、そげサイズですけど。濃いよな、でもな。超えてますよ、この大きさにしては。よし、さすがおじさん。天才。まあみんなね、じゃあ取ったからね。で、頭も取って、洗うとこまで行くわ。あ、もうそこまで。そこまでやってからスタートでいいんじゃない。あ、そうっすか。なんでこれ、前から洗うのか。そうしましょうか。前から洗うのめんどくさいですね、確かに。全部取っとかんと思うんだろう。なるほど、なるほど。そうなんで、これ全部頭だけは取っちゃってね。おー、魚屋みたいですね、おじさん。魚屋なんで一応。一応ね、あとの2枚はじいちゃんの晩ご飯。カワハギと一緒に煮てください。これ。いいっすよ、いいっすよ、いいっすよ。最初1枚俺動画で使うんで。あ、そうっすか。そうそう。これ使おっかな。これとこれでいきましょうか。はい。これは明日のおじさんの企画なんですね。企画があるんだ。一通りの企画があるんだ。あー。内緒だけどね。気になる方はね、おじさんのチャンネルで、ね、チェックしてみてね。チェックしてみてね。まだ出てねえかな、この時には。出てねえな。はい。じゃあ、おじさんの、神さばき。神さばきじゃねえから、だからな。じゃあ行くで、こっから。どうぞ。俺も今年さ、はい、もう全然ヒラメやってねえんだって、マジで。あ、そうなんですか。一匹もやっとらんね。ヒラメ上がってなかったじゃん、全然。あ、確かに。全然上がってなかったじゃんな。ちょっと高いですよね、ヒラメ今年。高いのもあるんだけど、あ、下入っちゃった。上がって、上がっちゃうか入ったらいいよ、別に取るから。そうですね。2本、骨が入ったらいいんで、取ればいいから、はいね。タイムロス、タイムロスか。綺麗。タイムロスですね。タイムロスだな。ちなみに、はい、これ測っとんの一応。測ってますよ。何秒今？教えない。教えないと。僕もわからん。まああれだな。下に編集の下にタイムをつけてもらえば、ビビビビ。そうですね。あるじゃん、つけれるやつが。はいはいはい。あるんですね。あれつけてもよくわからんすよ。わからんけど。つくやつあるじゃん。カウンターみたいなやつ。ああ綺麗だわ。スカウンターみたいなやつが。はいはい、ありますあります。あれをつけてもらいました。いいじゃんな。おじさんはね、うまいわよ。ヒントが入っちゃった。え？大丈夫です。でもね、こんなところでいいよ。こんな感じで。ちょっとここ入っちゃったんで、切ります。うーい、ここでいいよろしい。ここでいいんじゃない一応。ここまでいい。はい。これで。はい、完璧。ここでいい。はい。ここでこっち置いといていい。はい。
ここ腹まで取らんでもいいよね。下ろしたとこで。そうですね。下ろしたとこでいいよね。行きましょう今回は。今回はね。あとこういうところで綺麗に後で取ってさ。これ全然熱いですね。耳が。まあでもね、やけぞ。やっぱりさすがに。あ、まあ4日経っとるな。4日経っとるからちょっとね、身がね、張りがねえんだよな。針がねえからさ、はい、ちょっとやりにくいんだよな。熟成されてるんですか。一応熟成されてるな。はい、どこからチェンジしますか。はい、アイタッチコダイ。アイタッチコダイ。ビッピーン。行きます。はい、どうぞ。はい、どうぞ、そっちから行くの。僕はこっちから行きます。あ、表面から。表面から。A 面から行くんだ。A 面から。しかも僕はこっから行きます。サンマおろし？僕はサンマおろし派なんですよね。あ、そうなんだ。はい。汚ね、5枚おろし行ったのに。汚ね。あ、やべ。あ。あ、やけだろ、なんか。いや、めっちゃやけ、これダメだ。な、おじさん。ダメっすわ、これ。なんかさ、会長のやつさ、はい、磨き肉いっぱいデコボコしちゃったぞ。はい、ちょっと失敗した。サンマおろし派なんだ。サンマおろし派っす。この大きさあったらサンマおろしっすね、おじさん。大きいとじゃあ5枚だろ。大きい、だ大きいと5枚っす。そう。ほら、こうなる。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 しけい。ほらこうなる。こうなるな。ほらこうなる。で次がこれだけやけどさ、縁側から攻めるとちょっとむずいよな。そうですね。逆にパリパリしてないから。してないだろ今日の。でも身はいいですよ。身はいいんだけどちょっと身がさ柔らけんだよな。いつもと勝手が違うっすね。勝手が違う。4日経ってるもんね。身はいいですよ。でもいいよ。ただあの勝手が違うってだけ。あ、これダメ。これなんかあー、これダメだ。おじさん、んダメっすわ。いいよ、全然。あ、いいじゃん。全然いいじゃん。こういくじゃないですか。いいな。あれ、うん、ダメだな。これ入らないですよ、お店で。ん？身が。包丁が入らん。どういうこと？包丁がええ風に入らん。入らんだ。やっぱ柔らかくてな。そう。柔らかいからな。でも僕がこの間やった時、うん、動画で、僕の動画でやった時はもっとパリパリしとったんですけど、今日多分柔らけよな。今日なんか嫌に柔らけですね。柔らけんだって。あかんわこれ。おじさん大失敗。これ内腕の外の内腕。内腕の大失敗だ。大失敗だ。はいはい、OK だね。OK だね。まあ会長のはこんな感じでね、はい、俺前の動画でやった時こんなね、うん、あれだったんですけどね。こんなはずじゃなかった。はい、まあええや。まあいいやね。じゃあおじさんの講座で言ったじゃないですか。だからじゃああんたタイムアタックって言ったじゃん俺と。いやだから講座って言ったじゃないですか。タイムアタックって言ったじゃん最初俺に。そうなんですね。あんたが言ったんだし。はい、はい、あほら身がねやっぱ柔らかいな。もっちりしてるんですね。でもどうすんのかで。これしたら皮引きましょうか。皮引くんだ。引いてください。じゃあ、はい、じゃあ引きますわ。全部引いちゃって。全部引きますよ。おじさんは皮引きは苦手ですもんね。じゃ苦手じゃねえよ別に。別に苦手じゃねえ。ちゃんと骨取れとる？骨は取れとるっすよ。バッチリ。バッチンコカンカンっす、骨は。ちょっと柔らけえな、今日はな。なんか、前やった時より柔らけえ。柔らけえよな。処理は一緒なんですけどね。で？で？ちょっとさ、綺麗に盛れや。はい、ちょ。ヒラメだから、本当は黒い皿がいいんですけどね。ないんで。そんな気の利いたらここにないんで。ないんだ。ないよ。まあ、今日柔らけえからさ、ぶつ切りでいいんじゃない？いや、ちょっと厚めに切るんですよ。ぶつ切りだとさすがに綺麗じゃないから俺やだ。嫌なんだ。でもこれ実際おじさんが買ったんで。そうだよね。俺は捨て落としたんだからね、まあはい、でも僕がこれが欲しいです言うて落としたやつなんで。そうだ、僕の魚なんですけど。あ、そういうことね。はい、綺麗に盛れてんだ自分のやつは。そうです、僕が競り落としたと一緒なんで。銭入ったの僕ですからね。まあそうだよね。まあそれそうだよね、はい、だって売っとんのもあんただからね。そうですよ。あのその俺銭払ってさ、はい、あんた売ったら全部あるもんじゃねえかお前。どうすか。はい、完成。売れ残りヒラメのお作り完成です。食べますか。食べましょう。じゃあこれどうすんの。こっちは残ったやつ持ち帰りです。カワギと一緒に持ち帰りね。いただきます。どうかな。ちょっと食べてみようか。食べてみますか。おじさんがさばいたやつです。これこれどうぞどうぞ。あ、いいっすか。どうぞ。これわさびそからないでいいよ。じゃあ俺のとこ乗せようなんて。お前は。じゃね、これいいっす。いただきます。いただきます。あ、辛っ。柔らけえな。柔らかいっすね。柔らかいね。かなり柔らかいね。これでもごちゃまかあ。これさ、どれくらい柔らかい
って例えると、はい、星柿ぐらいだ。うーん、そんなじゃねえ、星柿ぐらいじゃねえ。今日星柿嫌いなんで分かんないですけど、これ星柿だぞ今日のこの歯ごたえ。でもこれねっとりしてさ、そう、星柿熟成好きな人これ好きっすよ、めっちゃ。これでもね、僕らは池が好きじゃないですか、うん、これ今日の例えともな、星柿。あ、これうまい、縁がうまい、うまい。僕これはこれ好きです。兄貴好みの柔らかさだな、うん、うわ、熟成してうまっ、これうまいんだよ。はい、この食感がちょっとマイナスポイント、今日は。あ、うまみはあるんだけど、うん、この食感がさ、うん、ちょっと柔らかすぎるな。あ、そうなんだ。まあそれは本当正直に言うとかんとな、みんな4日目に食べると困るんで。そうですね、確かに4日目にさ、あまりして4日目に食われるとこれになっちゃうんで、中になりすぎたな、熟しすぎた。完熟だ、完熟。柿とかでもさ、はい、あんまり熟すとこブヨブヨになるじゃん。俺さ、ブヨブヨはいかんわ。そう、ブヨブヨになる手前ぐらいの時あるじゃん、はい、俺さ、ブヨブヨはいかんわ。いや、ブヨブヨじゃないけど、はい、例えだから。あ、例えが下手なんだ。じゃあおじさん、じゃ例えってさ、そういうもんだから。俺たちがさ、要はジョニーさんに送ってもらうやつ、魚体が大きいじゃん。はいはいはい、な、はい、なんでやっと思ってたんだけど、はい、これちっちゃい魚だったらやっぱり早く焼かなっちゃうじゃん。そういうこと、だからそういうもんなんだって、本当に。あ、そうなんですね。そういうもの、そういうもの。まあ、売っとるやつはね、鮮度がいいやつ売ってるんで、でね、全然いいんだけど、4日経っても食べれるよってことだろ。そうですね。食べれる。ああ、ああ、じゃあね、食べれる。じゃあ、でも真実言わんとさ。まあまあ、おじさんの好みですからね、これ。まあまあまあ。僕は全然こんな感じでもいいっすよ。うん、まあちょっとやかかったかなっていう。へえ。普通の人は買ってすぐにもうちょっとこうペーパー巻くじゃんね。はい。でちょっとこう脱水されるじゃん。ああ、そう、脱水されてないから。そう、それでちょっとこうやらけるのかなっていう。内臓抜いて。そう、すぐにこう持たせるときはペーパー巻いた方がいいですね。そうそう。そうした方がやっぱりちょっとこう水分が抜けてもっとカチッとするかなと思うけどね。はいはい、そういう感じがしました。これからもあの、いい鮮度のやつを任せてください。届けていきましょうよ。古い魚は絶対売らないんでね。そうだな、これ俺も目利きをしながら買ってくんで、まあ本当ね、会長の魚屋さん、皆さんよろしくお願いします。はい、ということで、ということで今回もご視聴ありがとうございました。次回後期でチャンネル登録をよろしくお願いします。せーの、バイバイバイ。よっしゃー、いっけー。電源入っとるんだ。あ、開いてねえの。これ最初からだ。マジで。嘘です。びっくりしたわ。